ご視聴ありがとうございます。本日もファンフェス2023夏展示まとめやっていきたいと思います。まだまだ続きます。はい。で、今回はですね、キューズ Q さんになります。帰ってきてくれましたね。コロナ以降、確か前回まで出店がなかったんですよね。お帰りなさいです。キューズ Q さんといえば、毎回ファンフェス企業ブースの中でも結構な数を展示で、そして限定品販売なんかもありまして、すごい楽しませてくれるんですが、もう本当今回もたくさんの展示見ることができました。ありがとうございます。でも垂れ流しで、そんなに個々のフィギュアにも触れず雑談を続けていっちゃうんですが、今回の内容ですね、一部、映らないものもあります。キューズ Q さんって結構映せないアウトな造形もあるんですよね。今回で言うと、例えばガンツのレイカとか、あとライタ先生のイラストのフィギュア化っていうのもキューズ Q さん結構多いんですが、あれはもうダメなんですよ。 FGO のライコーとかご担当の方っていうと分かりやすいですかね。すごいんですよね。そんなわけで、いくつか映らないものがありますことご了承ください。はい。で、今回の展示ざっくり感想ですが、カンコレがなかったですね。見落としだったら申し訳ないんですが、キューズ Q さんといえばカンコレがめちゃくちゃ多い印象でしたが、やっぱり時代とかもありますかね。今回全然なかったんですよ。でも企画はまだあるみたいでした。あと FGO なんかも多い印象ですが、やっぱりまだまだ人気も根強いでしょうし、今回も数体展示がありました。最後の方に移ると思います。あと東方も多いんですよね。今回もありました、グランドールスカーレット、とても美しかったです。あと最初の方に移ったテンスラのミリムなんかも個人的にはすごい気になったんですが、すでに結構前から告知済みだったシュナとかがなかったんですよね。それちょっと残念でした。次回にお預けですかね。あとそういえばキューズ Q さんもギルティギアのブリジットを出るんでしたね。本当最近フィギュア化決定祭りでしたが、でもキューズ Q さんのブリジットも今回彩色展示でしたが、本当とても可愛かったです。女子化は別として、あとですね、お着替えモードアトリエシリーズまで出るんですね。どんどん増えていってほしいです。で、一番面白かったのがポトムズのキリコです。キリコキュービー、キューズ Q さん美少女の中に突然懐かしいのぶっこんできますよね。コブラの流れを感じまして、で今回も同じようにブス島さん造形みたいです。ってことはやっぱり彩色は安藤健二さんになるんですかね。とても気になりました。はい。そんな感じで個人的にも結構気になるフィギュア多かったんですが、キューズ Q さんですね、フィギュア化告知の方もすごい多いんですよね。で、時間なくて写真は撮れなかったんですが、公式さんがツイートされてるのでぜひ見てみてください。説明欄にもリンク貼らせていただきます。多分15体くらいはあったんじゃないかなと思います。すごい数ですよね。で、リコリコですとかキセコイなんかの告知もあったので、前回から告知済みなんていうものもあったんですが、今回ですね、告知系で個人的に一番気になったのがですね、化け物語のフィギュアなんですよね。で、しかもアニメじゃなくて大暮先生の漫画版の羽川翼、なんとバサネーがフィギュア化なんですよね。それめちゃくちゃ気になりました。多分買うと思います。といっても原型とかは公開されてるわけではないので、まだまだ早いんですけどね。そんなわけでキューズ Q さん個人的にもすごいラインナップ熱いので、今後も大注目していきたいと思います。はい。ということで以上になります。今回はワンフェス2023夏、キューズ Q さんの新作展示まとめでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。